こんにちはゆっくり霊夢です。こんにちはゆっくり魔理沙だぜ。AFC U23 アジアカップカタール2024が開幕した。この大会はアンダー世代のアジア王者を決めるだけではない。パリ五輪切符をかけた戦いでもありますね。アジアに割り当てられた枠は 3.5 枠。決勝まで残るか、3位決定戦で勝利すれば出場権を獲得できる。4位になった場合は大陸間プレイオフに回ることになる。優勝してオリンピック出場権を獲得できれば最高なんですけどね。それはどこのチームでも同じだ。そして日本が所属するグループ B の初戦が行われた。相手は中国代表ですね。いろいろ言う前にまずは結果をお伝えしましょう。アンダー23日本。まさかの一発レッド判定、中国戦先制も、キックオフから17分でスーマと不利に。アンダー23アジアカップのグループ初戦で中国と対戦。パリ五輪を目指すアンダー23日本代表は、4月16日にアジア最終予選を兼ねたアンダー23アジアカップ初戦の中国戦に臨み、1対0のリードを奪ったものの、前半17分にディフェンダーに塩竜也が退場になるアクシデントが起こった。今大会はカタールで開催され、16チームを4組に分けたグループリーグを実施して、各組の2位以上が準々決勝に進出する。パリ五輪へは3位以内のチームが出場権を獲得し、4位のチームはギニアとの大陸間プレーオフに回る。日本は B 組に入り、中国、アラブ首長国連邦、UAE、韓国と対戦する。前半8分に日本が先制して優勢にゲームを進める中で迎えた前半17分。中盤で中国の選手が背後から当たってきた状況で、ディフェンダーに塩竜也が相手の顔に腕を振ったような形になった。当初はプレーが流れたものの、ビデオアシスタント、レフェリー、VAR が介入。主審がオンフィールドレビューを実施した上で、西尾にレッドカードが提示されてしまった。日本は残りの約75分間を10人で戦う苦しい状況に。それでもこの苦境で守備陣が奮起し、ゴールキーパー小久保レオ・ブライアンが好セーブを連発するなど、中国の猛攻を無失点でしのぎ1対0で勝利。パリ五輪最終予選の初戦で待望の勝ち点3を手にした。結果だけを見れば日本代表は勝利し勝ち点3を得ました。大事な初戦だったからな。あの状況でものにできたのは大きい。というより、引き分け以下だったらいろんな意味で相当なダメージになった。この試合は日本代表にとって反省することが多かったですね。時系列を見ながら振り返ってみよう。前半8分に松木選手が得点を決めた。ただこの時はまさかこれが決勝点になるとは思わなかった。そうですね、攻撃のバリエーションが結構ありそうでしたからね。どのように追加点を狙っていくか楽しみにしてたんだが、そんな時にあの場面だ。前半16分に西尾選手のレッドカードですね。正直、これはいただけないプレイだった。後ろから相手がこづいてくるなんてよくありますからね。それにあっさり乗ってしまったからな。この試合の重要性をまるで分かっていないかのような、軽率なプレイだったと言わざるを得ない。VAR 見たら肘が入ってるように見えますからね。若気の至りだったのか、それとも普段からそのような気性を持っているのかはわからない。結果これでチームを窮地に陥れたのは間違いない。西尾選手はこの件で振る舞いが良い方向に変化するように切に願うところです。そうだな。この件があったから良い選手になったと思われるようにしてもらいたい。これで75分近くは10人でプレイすることになった。時間はかなり残ってますね。どうしても攻撃より守備をする時間が多くなるから選手の交代に踏み切った。山本選手に代わって木村選手を投入しましたね。山本選手からすれば不完全燃焼だと思うが、次戦以降で輝いてほしいと思う。ここからは防戦一方と言って良い展開になりましたね。ここからの集中力はすごかった。個人的には3点くらい取られててもおかしくない場面があったからな。ゴールキーパーの小久保選手を中心に守りを固めてましたね。平川選手も守備に回る時間が多くなってしまったからな。どうしても前の推進力は薄くなってしまうのは仕方がない。前半34分のコーナーキックからのシュート、前半37分にバーを叩くシュートと立て続けにピンチがありましたね。さらに前半42分にはアブブエリがヘディングシュートがあったが、小久保選手がパンチングでしのいだ。あの反応はすごかったですね。前半だけでも小久保選手のプレーに何度も救われているな。後半開始早々もピンチでしたね。カウンターで1対1の場面で小久保選手がシュートを止めましたね。正直あれはやられたと思ったが、またも小久保選手のセーブが飛び出した。足と手、両方で止めていた。本当に落ち着いてますよね。ただ後半も前半同様に守備の時間は長いですね。こればっかりは仕方がない。後半20分に2人選手を変えてきましたね。佐藤ケイン選手と藤尾翔太選手を投入してきました。姿勢の中でもカウンターで一発狙いに行く構えだったと思う。ここからは日本も幾分攻めることができたと思う。とはいえだいぶ選手は消耗してますね。90分に選手を2人変えて、なんとか耐えてそのまま試合終了。勝ち点3をなんとかものにしましたね。何度となく点を奪われてもおかしくない場面を作られた。キーパー小久保選手を中心にディフェンス陣がよく頑張った試合だった。反省と収穫、両方あった試合でしたね。最大の収穫はこの状況下で勝ち点3を得れたことだ。もしここで引き分け以下なら相当なダメージを残すだけだったと思う。体力の消耗は激しかったと思います。
次の試合まで中2日だからな。どこまで回復できるのかがポイントだ。キーパーの小久保選手も落ち着いて対応できていたのは驚きだった。見ていて安心感がありましたものね。小久保選手にはこの調子を維持してもらいたいところだ。反省は初戦はどの大会でも難しいが、それを自分から難しくしてしまった試合だった。前半早々に一人少なくなればこうなるのは必然だ。しかもオフザボールのところでだ。西尾選手も今回でどういう結果を招くか身に染みて分かったはずだ。今後の彼のプレーがどのように変化していくのか見ていきたいと思う。この件に対してネットの反応を見てみましょう。結果的に日本は勝ちましたが軽率なプレーでした。17分以降防戦一方になったチームは2戦目3戦目に疲労が残る可能性があります。初戦の重要さを考えて慎重に入ってほしかったです。つまらないことで一発退場はありえない。中国選手が先に手を出したことに腹を立てしまって退場。自分をセーブするメンタルがダメの典型だった。1点を取っているが完全に試合を壊すことになった。若さで片付けられない。しっかりとと反省してくれ。気持ちを出すのは大切だが出し方を間違えましては退場となるとチーム全体に影響が出る。プレー以外でも国際大会でのレッドで退場した選手自身も痛いがチーム全体に影響が出ることももっと自覚した方が良い。ボールに全く関係ないところで思い切り腕を振り上げて肘が入っているのだから一発退場は妥当。100歩譲って競り合ってる状況なら仕方ない気もするが、オフザボールの状況で一体何にやってくれてるんだと思う。フル代表五輪代表といろいろな公式戦を見てきたけど、これほど無駄なレッドはちょっと記憶にない。これでもし負けでもしたらどうするつもりだ。本当に猛省してほしい。全くいらないレッドでしたね。実人でよく連携を取って守りましたが、中2日で今日の疲労が取れるか心配です。監督の言っていたように次の UAE 戦チーム力を信じてみんなの力で勝ってほしいです。予想はしてましたが西尾選手の件に関しての意見が多いですね。まあそうだな。どうしてもこの試合ではその件は目立ってしまうからな。そしてこのグループ B だがもう1試合行われた。 UAE 対韓国ですね。結果は韓国が1対0で勝利した。もし第2戦目で日本、韓国が共に勝利することができれば3戦目を待たずにグループステージを突破できることになりますね。まあ、そんなにうまくいくことはないと思うが、もしそうなれば3戦目で勝利をこだわらなければ回復に当てることもできる。グループ1位を狙うなら話はまた変わってくると思う。いずれにせよ今回の勝ち点3はとてつもなく大きい。なんといっても大会ですから結果ですよね。そうだ。これで次に希望がつながった。これを活かし、まずはグループステージを突破してほしい。日本代表の皆さん、次の試合まで時間はありませんが、コンディションを整えて挑んでください。さて皆さんはこのニュースをどう見ましたか？このチャンネルではサッカー日本代表を中心に情報やネットの反応をご紹介していきます。気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。また、このニュースに対して何か感じたことがあればどしどしコメントください。それではまたね。またね。